抵抗ペンギン。昔々あるところにシンデレラと呼ばれる一匹のペンギンがいました。ペンギンは絶滅危惧種であり、本来は保護されるべき生物なのですが、命を労働力としか見れない意地悪なママ母によって屋敷の召使いとしてこき使われておりました。この仕事をやっておけ、俺たちは合コンへ行く。ママ母はペンギンに屋敷の掃除を任せ、親しい部下2名を連れて合コンへ行きました。一人になったペンギンは思います。アデリーペンギンって絶滅危惧種じゃなくね。そんなペンギンの元に魔女のパンダが現れました。僕が君を合コンに行かせてあげる。別に行きたくないです。パンダは魔法の杖を一振り無視すんな。するとなんということでしょう。仕事が大きな馬車に、仕事が美しいドレスに、仕事が3000の輝く靴に変わったではありませんか。別の素材で作ってほしかった。おしまいにパンダはペンギンに一つ注意を与えました。12時までには戻ってきてくださいね。なぜですか。僕の労働時間外だからです。あ、はい。さて、合コン会場に着いたペンギンはたちまちみんなの注目の的になりました。仕事できそう。年収いくらぐらいなんですか。その様子を見てママ母は嫉妬してしまいます。俺の方が稼げそうなのに。やがて合コンの主催者であるシャチ王子もペンギンに魅了されます。僕と踊ってくれませんか。じゃあよだれ引っ込めてくれませんか。目の前に絶対的捕食者がいる。そんな夢のような時間を過ごしているうちにペンギンは時を経つのも忘れてしまいました。まだ10時なんだけど。嘘でした、全然忘れてませんでした。早く時間が過ぎてくれというペンギンの願いが通じたのでしょうか。ラストオーダーです。12時の鐘が鳴り響きました。それを確認するや否やペンギンは一目散に駆け出しました。ああ待ってください。振り返ったら死ぬ。ペンギンはそんな思いでひたすら逃げました。仕事の靴が片一方、脱げているのにも気づかずに。この靴は。翌日、シャチ王子は何とかしてあのペンギンを探し出そうとお触れを出しました。僕はこの仕事の靴がぴったり合う方と一つになります。シャチ王子と結婚するのは私よ。しかしママ母もその部下も誰も仕事の靴を履くことができませんでした。小さすぎる、まるで鳥用だ。おママ母たち、シャチ王子、みんなの視線がペンギンに集まります。しかしペンギンは靴を履こうとしません。あなたもよかったら履いてみてくれませんか。いえ、私は。召使い不正が。早く履いてください。匂いであらかた目星はついているんです。もう限界です。さあ早く一つになりましょう。ペンギンは意を決して仕事の靴を履きました。すると靴はまるであつらえたようにぴったりでした。やっぱりあなただったんですね。ペンギンはシャチ王子と結ばれました。めでたしめでたし。絵本でも結局このオチかよ。はい、こちらブラック企業某企画です。はい、製品の使い方がわからないと。説明書をご覧ください。捨てた。はい、私も今受話器を捨てたい気持ちでいっぱいです。え、お前じゃ話にならないから責任者を出せ。私もお客様では話にならないので保護者様を出してほしいです。失礼します。はい、こちら某企画です。はい、台東ステーションと台東オンラインクレーンで抵抗ペンギンコラボ決定と。はい、今回は3種類のプライズになると。はい、さらに10月8日は私とパンダとシャチが店頭で1日店長をやると。はい、さらにサイネージから様々なプロットキャラクターが話しかけてくれると。はい、そして台東オンラインクレーンの中でパンダが寝てサボってると。はい、見つけたらサイン色紙がもらえるチャンスと。わかりました、全書できたら全書します。みんなも仕事中に外回り営業だと偽って台東ステーション、台東オンラインクレーンに遊びに行こう。ペンギン、夜食買ってきてあげた。いや、絶対なんか裏あるだろ。カップ麺のエナドリ割りにマヨネーズをあえてポテチをたっぷりトッピング。殺意しか感じないが。次回、寿命が縮む食べ物7選、医者が食べないもの。美味しいのに。チャンネル登録よろしくな。ペンギン、この仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹のパンダか。